はい、今回の動画はピボットテーブルで消費税分を計算する方法を解説をします。 こういうエクセルの表でですね、今これは売上の合計金額が出てますけれども、この中でこの消費税がいくらになるのかっていうのをね、この表の方に表示したいということがあると思います。通常のですねエクセルの表だとですね、自分で掛け算とかを使ってですね、それを計算していくんですけども、ピボットテーブルではですね、若干手順としては面倒なところはあるんですけども、通常の表でですね消費税をね表示させるよりはですね、簡単にこの消費税分というのを計算することができますんで、今回の動画ではその手順を 解説をしますじゃあそれではですね、このピーボットテーブルの中でどこでもいいんで選択をしておいてもらって、えー、この上のですね分析タブですね、こちらをクリックをしてください。で、次にですね、この計算方法っていう中にある、このフィールドアイテムセットというところですね、こちらをクリックします。で、次にですね、この出てきた中から、この集計フィールドというところをクリックしてください。はい、そしたら、この集計フィールドの挿入っていうウィンドウが開きますんで、この名前のところですね、まあ、ここはですね、な、まあ、何でもいいんですけども、 例えば分かりやすく消費税とかっていう風に入れておきます。はい、で次にこの下の数式のところですね。最初の状態ではイコール0と入っていると思いますので、この0をですね、バックスペースとかで消しちゃってください。で、この中にですね、数式を打っていくんですけども、まずはアルファベット、半角のアルファベットで int と。 打っってててもらって、えー、っを入入れれます、えー、INT を入れてくださいで、えー、次にですね、この下のフィールドという中からですね、えーまあ、この金額に対しての消費税を、ね、当然出したいので、この売上金額というところをクリックします。で、えー、フィールドの挿入をクリックしてください。そうしたらこの上に売上金額というのが入ったと思いますので、えー、今度はこの売上金額の後ろのところにですね、えー、アスタリスクですね、かけるになりますけれども、アスタリスクを入れてもらって、えー、数字の8。 で、スラッシュ A で108でカッコ閉じるという形ですね。まあ、これ全部半角で入れてください。最初から言うと INT カッコで売上金額というのはフィールドから入れて、アスタリスクを入れて8スラッシュ 108A でカッコ閉じるという形ですね。この状態で OK ボタンを押します。 はい、そうすると、これ、今、左側見てもらって分かるように、ですねここにね、売り上げ金額、合計の売り上げ金額の下に、この消費税分の金額が挿入されたということですね。はいまあ、こういった形で、ですねこのね、ピボットテーブルの方ではですねこのね、あのー、通常の表でね、やるよりはですね、まあ、簡単にこの消費税の金額っていうのを表示することもできますし、あとはね、こちらの左側のこのね、フィールドのところで、いろいろこの消費税をね、このね、表示させる位置を変えたりとかっていうのもね、まあ、通常の表よりはね、はるかに簡単にできますんでね、このね、機能もうまく使ってもらえる。 とね便利かなというふうに思います。それではね今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。